は少し早いですが、福音喫茶を始めていきたいと思います。皆さん、こんばんは。ですね、最初に歌っていきたい歌は、心熱くしてという歌なんですけれども、歌っていきたいと思います。心熱くして耳を傾け褒めたたえるのは主イエスの皆主を愛す熱い想い今主が私を愛されたから私をお罪から解き放つた命さえ捨てた主しかの愛主を愛する熱い思いは主が私愛されたから私が闇市に迷う時にも光を照らして導かれ主を愛する熱い想い今主が私を愛されたから心が悲しい悩む時にも主は私を知り身を追われる主を愛する熱い主が私を愛されたから続けて Here I am to worship 神様私はあなたを礼拝するためにここにいますというような題の歌なんですけども歌っていきたいと思います。世の光が見にくだい目を開かせた崇めさせ希望を与える
地は島かし冷えくし岩礼拝するあなたこそ我が神麗しい方尊き神素晴らしい主イエスよ。人高きすべての栄光の天から下に下り地に来られたただ愛のゆえひれ伏し岩礼拝するあなたこそ我が神麗しい方尊き神素晴らしい主イエスよ。我が罪を見る十字架の上に墓に死ねない十字架の代価ひれ伏し今礼拝するあなたこそ我が神麗しい方尊き神素晴らしい主イエスよ。ひれ伏し今礼拝するあなたこそ我が神麗しい方尊き神素晴らしい主イエスよ。続いて歌っていきたいのは花もですね。人生には山あり谷ありなんですけれども、涙の谷を過ぎるときもやがてそれが笑い声に変えられていくということを覚えながら、苦しいときこそこういう歌を歌っていけたらなと思っています。ここに椅子には湧く涙を過ぎるときやがて身を結び笑い声に満ちる花も雲も風も海も奏でよ奏でよイエスよ。空に響け歌え魂よ恵みを恵みを恵みを。仰げ天は開き僕らは見るだろうやがて花は咲き栄光の主が来られる花も雲も風も海も奏でよ奏でよイエスよ。
空に響け歌え魂の恵みを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 花も花も雲も風も海も奏でよ奏でよイエスを空に響け歌え魂の恵みを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 続けて地の涙も歌っていきたいと思います。父の悲しみ愛する一人子を十字架につけた人の罪は燃える火のよう愛を知らずに今日も過ぎてゆく十字架から溢れ流れる泉それは父の涙十字架から溢れ流れる泉それはイエスの愛。
十字架から溢れ流れる泉、それは父の涙、十字架から溢れ流れる泉、それはイエスの愛。メッセージの前にもう一曲歌っていきたいと思いますが、静まって知れスティルを歌っていきたいと思います。今日も聖書のメッセージに耳を傾けていきたいと思いますが、しばらく前からこのジーザスバイブルストーリーという絵本の聖書ですね、小さい子どもたちにも分かるし大人にも読み応えのある、大人が読んでも聖書全体が分かってくる、そんな絵本なんですけども、旧約聖書の創世記から始めてずっと読み進めていますが、今は福音書、新約聖書の福音書に入っていますが、今日はですね、私のとても好きな例え話が出てくる場面ですけども、見ていきたいと思います。前回は背が低かった一人ぼっちのザーカイさんの話をしたんですけども、今日はですね、
ルカの福音書ですと15章にあります放蕩息子の話ですね。家出した息子の話です。ちょっと、そちらの方からだと、絵が小さいかもしれませんが、聞いていてください。家出した息子。ある時イエス様が家出をした息子の話をしてくださった。あるところにお父さんと息子がいた。ある日息子は思った。いつもいつもお父さんは僕に何がふさわしいか、ふさわしくないかって、いちいちうるさいんだ。もうちょっと僕の思うようにやらせてくれたらいいの。せっかく楽しいことがいっぱいあるっていうのにさ。そう思ううちに息子はあることを考え出した。お父さん、本当に僕のことを愛しているのかな？まるで僕が楽しいのが嬉しくないみたいな。そんな考えは今まで一度だって頭をよぎったことはなかった。でも突然息子はわからなくなった。それで息子はお父さんのところに行きこう言った。お父さん、もう僕一人でやっていけるよ。自分の面倒ぐらい自分で見られる。僕がもらうはずのお父さんのお金を今すぐ分けて。お父さんは悲しかった。でも無理やり引き止めるのはやめた。そして息子の言う通りにしてやった。息子はお金をもらうと、勇んで長い長い旅に出た。ふるさとからずっと離れた遠い国まで。最初のうちは何もかもがうまくいった。少なくともそう見えた。好きなところに行って、気の向くまま自分の好きなことをした。もう誰もうるさいことを言う人はいない。自分の好きなことを好きなだけやってもいい。時々息子はふるさとのことを思い出し、何とも言えない心の中がぎゅっと締め付けられるような切ない気持ちになった。でもそんな時、息子はおいしいものを食べ、飲み、好きな服を買って着飾り、あちこちのパーティーに行った。そうしている間は気が紛れた。ほどなく息子の持っていたお金は底をついた。お金がなくなった。と同時に、それまでチヤホヤしていた友達も息子から離れていった。とにかく仕事をしてお金を稼がないといけなかった息子は、やっとありついた仕事は豚の世話。ある日あまりにもお腹が空いてどうしようもなかった息子は、思わず豚の餌に手を出した。一体僕は何をやっているんだ。我に返った息子は、まるで今まで悪い夢を見ていたような気がした。口に入れた豚の餌を急いで全部吐き出した。ペッペッ、なんでこんなものを食べようなんて思ったんだ。お父さんはお金持ちだ。それに引き換え今の僕と来たら、豚小屋で豚の餌を食べているなんて。息子は口を拭うと、スクッと立って決心した。家に帰るんだ。家に向かって出発したものの、息子の足取りは重かった。お父さんはもう僕のことなんて愛してないのかもしれない。全く出来損ないの息子だった。僕のことを息子とさえ思ってくれないかもしれない。だから息子はみちみちお父さんに謝る言葉を思い巡らした。その頃、息子は知らなかったけれど、来る日も来る日もお父さんは家の前に出て、遥か彼方、道の遠くまで目を向けて、息子が今日こそ帰ってきやしないかと首を長くして待っていた。たとえ家を出て行ったとしても、息子を愛する気持ちは変わらなかった。可愛い息子の声を聞きたくて仕方がなかった。息子が無事に帰ってくるまで、おちおち夜も眠れなかい、ね、眠れないほどだった。息子がようやく家に向かう道に差し掛かった頃、まだ遠くにいるのにお父さんは彼を見つけた。それを見たお父さん、思わず腕を組み、眉をひそめた。それ見たことがよくわかったから息子よ、と叫んだ。さあ、お前をどうしたものかね、と脅した。それも違う、それも違う。他の話はそうでも、この話だけは違う。お父さんは家の前から飛び出して、両手を広げて丘を走り降りて、垣根を越えて道に踊り出た。息子が気がついてお父さんに謝ろうとするのを遮るかのように息子を抱きしめた。さあ、今夜はパーティーだ。お父さんはみんなに聞こえるように大声で言った。息子が帰ってきたんだ。家を出てもう戻ってこないと思っていた私の息子が、ほら、こうしてここに帰ってきたんだ。よく帰ってきたな、この我が息子。イエス様はみんなに言われた。神様はね、
このお父さんのようにみんなのことが大好きで仕方ないんだ。親バカも親バカ、神様は親バカなんだよ。みんなはこの息子のようにお父さんは本当に自分のことを愛しているだろうかなんて思わずつぶやいたりしたことないかい。どうせ私なんかなんて思ったことないかい。私なんかいない方がいいんでしょって思ったことがありませんか。イエス様が神様がどんな方か、そしてみんなが神様にどれほど愛されているのか、そのことを教えたかった。そう考えると、どんなに遠くに逃げても、どんなにうまくいかなくても、どんなに道に迷っていても関係ないっていうことわかるよね。だって神様はみんながどんな遠くに行っても迷っても決して諦めず、必ず見つけ出してくださる、待ち続けてくださる、そのようなお方だからということなんですけども、この部分も、大人の皆さんというか青年の皆さんもですね、実際の聖書を開いて、絵が書いてない聖書も開いてですね、見たいと思いますが、日本語の聖書って親切ですから、漢字には全部振り仮名を振ってありますね。ですから漢字が読めないという人もですね、ひらがなが読めれば、聖書は全部読めます。ルカの福音書ですね、新約聖書のマタイ・マルコ・ルカ3番目ですけども、ルカの福音書の15章の、11節からのところを読みますので聞いていてください。ちなみに最近ですね、この新改訳2017という新しい訳が出まして、これはとてもいい訳だなということですので、今日もこれで読んでみたいと思います。皆さんの持っている聖書と比較して、どこがどう訳が変わったのか比較してみていただけたらと思います。ルカ15章の11節、イエスはまたこう話された。ある人に2人の息子がいた。弟の方が父に、お父さん、財産のうち私がいただく分をくださいと言った。それで父は財産を2人に分けてやった。それから何日もしないうちに、弟息子はすべてのものをまとめて遠い国に旅立った。そしてそこで放蕩して財産を湯水のように使ってしまった。何もかも使い果たした後、その地方全体に激しい飢饉が起こり、彼は食べることにも困り始めた。それでその地方に住むある人のところに身を寄せたところ、その人は彼を畑に送って豚の世話をさせた。彼は豚が食べている稲穂豆で腹を満たしたいほどだったが、誰も彼に与えてはくれなかった。しかし彼は我に返って言った。父のところにはパンの有り余っている雇い人がなんと大勢いることか。それなのに私はここで飢え死にそうしようとしている。立って父のところに行こう。そしてこう言おう。お父さん、私は手に対して罪を犯し、あなたの前に罪あるものです。もう息子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください。こうして彼は立ち上がって自分の父のもとへ向かった。ところが、まだ家までは遠かったのに、父親は彼を見つけて、かわいそうに思い、駆け寄って彼の首を抱き、口づけした。息子は父に言った。お父さん、私は手に対して罪を犯し、あなたの前に罪あるものです。もう息子と呼ばれる資格はありません。ところが父親はしもべたちに言った。急いで一番良い着物、衣を持ってきて、この子に着せなさい。手に指輪をはめ、足に履物を履かせなさい。そして、肥えた子牛を引いてきて送りなさい。食べて祝おう。この息子は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったのだから。こうして彼らは祝宴を始めた。ところで兄息子は畑にいたが、帰ってきて家に近づくと、音楽や踊りの音が聞こえてきた。それで、しもべの一人を呼んで、これは一体何事かと尋ねた。しもべは彼に言った。あなたのご兄弟がお帰りになりました。無事な姿でお迎えしたので、お父様が肥えた子牛を送られたのです。すると兄は怒って家に入ろうともしなかった。それで父が出てきて彼をなだめた。しかし兄は父に答えた。ご覧ください。長年の間私はお父さんにお仕えし、あなたの戒めを破ったことは一度もありません。
その私には友達と楽しむようにと小屋に1匹くださったこともありません。それなのに遊女と一緒にお父さんの財産を食いつぶした息子が帰ってくると、そんな息子のために肥えた子牛をくぐられるとは。父は彼に言った。子よ、お前はいつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものだ。だがお前の弟は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったのだから、喜び祝うのは当然ではないか。そこまでなんですけども、順番にこの聖書の言葉を味わっていきたいと思います。まず11節ですが、放蕩息子の例えと言われているこの例えは、厳密に言うとお父さんと二人息子の例えというふうに言えます。ある人に二人の息子がいたということで、お父さんには二人息子がいたということがまず紹介されます。お兄ちゃんと弟です。お兄ちゃんの方はかなり真面目な形で、見かけは非常に真面目な人、弟は結構ですね、言いたいことを言うようなタイプだったと思いますね。ですから弟の方がお父さんに言うわけです。お父さんがまだ生きているときに、財産の分け前をくれと、それはお父さんにですね、親父早く死んでくれないかな、俺は親父よりもお金さえあれば幸せに生きていけるから金さえくれっていう、そういう感じの、息子ですね。反抗期真っ盛りという感じでしょうかね。お父さんの存在自体がもう煙たくて仕方がない、もう一刻も早くこの家から出て行ってやろう、そしてですね、どこか遠くに行って羽を伸ばして好き勝手に自分の好きな人生をエンジョイしようと、そういう人は関東地方にたくさん来るかもしれません。特に東京近辺ですね。父は財産を二人に分けてやったと語られています。そこまで言うなら勝手にしなさいということで突き放したものと思われます。お金を渡された息子はその後何をしたでしょうか。何日もしないうちに、幾日も経たないうちに、弟息子は全てのものをまとめて遠い国に旅立っていきます。さよなら、あわよ、お世話になりましたの一言も言わずにですね、バタンと戸を閉めて、そして、あっという間に、いなくなった、そんな姿を思います。そしてですね、その旅先で彼はどんな生活をしたのか。ひたすら自由奔放な生活をしたようです。放蕩した息子ですから、放蕩息子と言われるわけなんですけども、放蕩して財産を湯水のように使ってしまった。ちなみにこの湯水のように使うというのは日本語特有の言葉だということですね。本当に、日本的に言うならば湯水のように、もう気前よくですね、お金を札束をどんどん出してですね、もうどんちゃんさんにおごってあげたりとか、何か素敵なものを買ってあげたりとか、プレゼントしてあげたりとか、もう全部もうあっという間にお金を使い切ってしまうというですね、そんな形です。豪快にお金を使う。しかしそんなことをしているとですね、どんなにお金を持っていてもあっという間にお金は全部なくなっていきます。お金というものには羽が生えていると言われますが、パタ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 とですね、あっという間に、財布の中を見るとですね、何も残っていない。何もかも使い果たした。いくら財布を振ってもですね、何も出てこない。一円玉さえ残ってない。何もかも使い果たした後に、その地方全体に激しい飢饉が起こり、彼は食べるにも困り始めた。今広島県で牧師をされているある方はですね、福音喫茶に来られた時に、ちょうどですね、このようなタイミングで、リーマンショックが起こったという話を少し聞きましたね。ちょうどですね、転職をしようと思った矢先にリーマンショックが起こって、大不況の状況が世界にも日本にも訪れてきました。ですから面接しても面接しても落とされる落とされる。彼は本当に真っ青な顔をして教会に来ましたね。本当に暗い顔をして、もうどうしようかということで、もう心配して心配して、いわゆるノイローゼのようなですね、夜もあまり眠れない、食欲もなくなってくる。暗い顔をしている、青ざめた顔をしている。この放蕩息子もおそらく同じような状況だったと思います。食べることにも困り始める。私も1週間ぐらい味噌とかで食べた、味噌だけで食べて生活したとかっていうことがありますし、ご飯、お米がもうなくなってですね、麦だけでですね、1ヶ月以上生活したなんてこともありますけど、麦飯を食べたこと皆さんあるでしょうか。
結構膨らむとですね、大きいんですけども、なんかパサパサしてですね、まあ、お腹膨らむかもしれないけど、あまり美味しくはないですよね。さっき見てありましたけど。それでですね、さらにもう極貧になってですね、大貧民になりまして、その地方に住むある人のところになんとか、お世話になりたいということで身を寄せます。何でもいいから働かせてください。もうとにかく働かないと、もうその日食べていくものも何日も食べてない、ろくに食べてない。その人は彼を畑に送って豚の世話をさせた。もう最悪の仕事ですね。今で言うならば、産経のような仕事でしょう。汚いし、臭いし、きつい。もう最悪の仕事ですね。しかも時給が安い。その地方において、その当時、豚というのは汚れた動物と言われておりましたから、その汚れた動物のお世話をしなきゃいけないというのは、もう最低なところまで落ちぶれているという状況であります。ホームレス一歩手前の状況ですね。彼は豚が食べているイナゴ豆で腹を満たしたいほどだったが、誰も彼に与えてくれなかった。あの羊のショーンとかにも豚の餌って出てきますけど、残飯ですよね、はっきり言って。残飯なんです。それで、イナゴ豆というのはあんまり美味しくない、もう本当にまずいものだそうです。それでさえも美味しく思えるほどに、お腹空いている状態ですよね。戦中戦後のような状況でしょうか。しかし、誰も彼に食べ物を与えてくれない。そのような天涯孤独の状態に彼は追い込まれてしまったのです。その背後には神様の御手があったことでしょう。あえてその時に誰もその彼を助けることをしないようにと神様が背後で働かれたのでしょう。そこまで落ちぶれなければ彼は向きを変えることができませんでした。人間というのは行き着くところまで行かないと本当の意味で悔い改めるということは無理でしょう。口先だけで表面的だけに洗礼を受けて信仰告白をして、そして私はクリスチャンになりましたみたいな人は多いかもしれませんが、でもその後も生活の中でですね、本当の意味での悔い改めに導かれていくことがほとんどだと思います。多くの人がそうだと思います。洗礼を受けた時はあまりよく分かってないんです。でも何年も何年もして、あれ私洗礼を受けたのに何も変わってないじゃないのという中でですね、私本当にクリスチャンなのかしらという悩みの中で、何も分かってない、何も分からない、何がどうなっているのか、聖書って結局何を言っているのか、福音って何なのか、救いって何なのか、私はそれを持っているのか持っていないのか、迷いに迷って苦しんで苦しんでもがいて、しかしある時に転機が訪れるでしょう。我に帰る時がやがて皆さんにも訪れると思います。神様はそのチャンスをくださる方です。そこまで落ちなければ、そこまで苦しみの中に置かれなければ、そこまでストレスにさらされなければ、そこまで心や体が蝕まれなければ、我に返ることができないという頑固者が私たちでしょう。まあ、私のことも振り返ってみるとですね、相当私も頑固ですよね。今でも頑固なんですけど、高知県、四国の高知県、土佐の高知の生まれなんですね。ですから、囲碁荘と言われますよね。頑固です。相当頑固です。まあ、親父にも言ってますけど、もうこうと決めたら誰が何と言おうと手ごでも動かない。もう自分が一番正しいと思い込んでいる。そして、自分がやっていることに自信がある。俺は神に頼るほど弱くはない。神なんかに頼るやつは弱いやつだ。聖書なんか読んでるやつはめめしいやつだ。こんな本読めるかみたいな世界でしたね、私も。己こそ己によるべ、頼れるのは結局自分しかいないんじゃないか。自分を鍛えて、自分を磨いて、自分を、アピールしてですね、自分をうまく売り込んで、人生を渡り歩くしかないんじゃないか。誰も困った時に本当に助けてくれるのは誰もいない。本当の友達なんていない。神もいない。俺は自分を神として、俺は自分が自分を救うための救い主にならなければいけない。みたいな感じでですね、一生懸命頑張っていましたが、私にも転機が訪れたんです。一生懸命頑張っていましたが、努力すれば努力するほど周りの人が気になるわけですよね。いつも他の誰かと自分を比較してしまうんです。比べてしまうんです。自分が比べなくても誰かに比べられてしまうんです。
皆さんもそういう経験をしていると思いますね。特に日本という国は比較される、比べられる、そういう文化がすごく強い国だと言われています。世界的にそういうプレッシャーが一番多い国だと言われています。外国に行くとそこまで比べられないんですけど、兄弟の間でお姉ちゃんと妹の間で比べられて、下手するとですね、妹はもう全然相手にされなくてお姉ちゃんだけ可愛がられてみたいな感じですね。もうふてくされますよね、はっきり言って。そういう場合どうせ私なんかもう焼けっぱちになってですね、自殺未遂にしたくなるじゃありませんか。そういう状況の人が多いかもしれません。私なんか生まれてこなかった方が良かったんでしょ、私なんかいない方がいいんでしょと考えている人が多いんです。しかしそういう中で、それでもですね、なんとかもがいて生きようとしているし、それでも私は価値ある人間だと認めてほしくて一生懸命何かを頑張るわけです。私たちはその動機は誰かに認めてほしい、誰かに受け入れてほしい、誰かに大切にされたい、誰にでもある素朴な動機です。だから一生懸命仕事頑張る、勉強頑張る、スポーツ頑張る。私も一生懸命やりました。もう一生懸命頑張ってですね、文武両道になればですね、私を認めてくれるかと思って一生懸命頑張りました。極真空手の大山抹殺という方をですね、師と仰いでですね、もうひたすら空手に、もう一日何時間も練習したこともあります。そういう中でですね、まあ、でもやればやるほどですね、自分がですね、その怒りをコントロールできなくなった時の恐ろしさ、それを本当に、感じていました。分かっちゃいるけどやめられないっていうことがいっぱいあるんですよね。努力してもどうにもできない、それが私たち人間の弱さなんです。誰もが弱さを持っています。ある人は性的な誘惑に弱い、ある人はお金に弱い、ある人は食欲に弱い、もういろんな弱さが違うでしょうけども、どこかに弱さがあって、そこを突かれるともうもろくも全て崩れ去って、もう三日坊主で全てが全部水の泡になってしまうということが起こることがあります。私はどんぐりの背比べのような状態ではないでしょうか。あの人よりは優れていると思っても、神様から比べたらそんなの大したことありません。俺はすごいんだぞと選ぶってみてもですね、もっとすごい人が世界にはいっぱいいるんです。 YouTube とかインターネットで見れば分かりますよね。私がどれだけギターが下手かとかですね、まあそんなのはすぐ分かります。もう本当に驚くべき演奏をする方とかいるわけですね。もうそういう人と自分を比較するとですね、どうにもならないと思うんですけども、しかし私は、絶えず自分を誰かさんと比較している、そういう中から救われて今に至っています。天の父なる神様のもとに帰ることができているからです。親飼いをしなさいという言葉が言われますが、自分を産んだり育ててくれた親、お世話になったその、血のつながりのある親、血のつながりがないでもお世話になった親、そういう親がいるでしょう。そして多かれ少なかれその親はですね、完璧な親はいませんから、暴力を振るったりとか、好き勝手にですね、子供を自分の思い通りにならないと怒り狂ったりするようなお父さん、お母さんってあったかもしれません。しかしそういう中で天の父なる神様だけは違うということをぜひ知ってほしいんですね。天の父なる神様は本当に憐れみ深い、また本当に優しい方です。本当に愛なる方です。私たちがどんなに親不孝の限りを尽くしても、親父早く死んでくれみたいなことを、親父なんかいなくても一人で生きていけるよっていう、そんなことを強がったとしても、天の父なる神様は私たちの弱さをもう十分ご存知ですから、背後にあって私たちのことをいつも気にかけて、そして私たちが向きを変えて戻ってくるのをいつも待ってくださっている方です。20節をご覧ください。聖書をお持ちの方、ルカの15章20節、新しい訳ではこんな風に訳されていました。こうして彼は立ち上がって自分の父のもとに向かった。ところがまだ家までは遠かったのに、父親は彼を見つけてかわいそうに思い、駆け寄ってという言葉が新しくなっています。駆け寄って彼の首を抱き口づけした。少し前の聖書ではですね、走り寄ってと書かれていましたから、走り寄る神なんていう題のメッセージがありました。羽鳥明先生だったでしょうか、手に召されましたが、新
しい新改訳聖書2017ではですね、駆け寄る神ですね、本当に駆けっこするようにですね、もう全速力で駆け寄ってくださる、私たちの方に走り寄ってくださる、そして今までの全てのことは水に流すかのように、お前何しに帰ってきたんだみたいなことを言わずにですね、本当に抱きしめてくれて、ハグしてくれて、何度も何度も口づけをしてくれて、そして声をかけてくださるとすれば、お前よく生きてたな、よく帰ってきたな、お前が生きて帰ってきてくれたことが嬉しいよ、よくここまで頑張って帰ってきたな、よく死ななかったな、よく頑張った、そういうふうに、私たちのことをですね、そんなふうに寄り添って私たちのレベルまで下がってくださってですね、そしてもう本当に臭い匂いしているような状態で帰ってくるわけなんですよね。ホームレス以上でしょうね、多分。何日も何日も風呂に入ってない。もう半径何メートル近く来るとですね、なんか赤の匂いとかですね、汗の匂いとか、もう変な悪臭が漂ってて、本人気づかないんですけども、その着てるものもですね、ボロボロですから、もうその服から、体から放つ悪臭、髪の毛もですね、ベトベトだったと思いますし、もう顔も黒くてですね、そんな状況だったと思います。しかし、このお父さん、どんな感じですか？鼻つまで遠くから眺めてたんでしょうか？そんな方じゃないですよね。もう臭いのを承知で、汚いのを承知で、丸ごとその汚れを包んでくださるような、そういうハグですよね。レンブラントというですね、画家は、この光景を描いています。そして自分自身が放蕩息子であったということを認めて、その絵を描いています。レンブラントの描いた放蕩息子の姿は、まさにもうサンダルがですね、後ろがこうペロペロペロと剥がれているような、ドラえもんの何かに出てくるようなですね、サンダルもボロボロで、服もボロボロ、もう本当に古事記のような姿で帰ってきた、そしてこの、膝をついているその息子をですね、お父さんが本当に祝福して両手で抱きかかえている、その姿がありますが、神様という方はそのような方なんだというんです。ここで一つだけ質問をします。聖書の神様の愛をぜひ深く知っていただくために、あえて質問をします。20節でこんな言葉がありましたね。ところがまだ家までは遠かったのに、父親が彼を見つけてとありました。はい、質問です。なぜ父親はまだ家まで距離があって遠かったのに、それにもかかわらず息子を、帰ってきた息子を見つけることができたのでしょうか。ものすごい距離があったんですよ。まだ遠かったんです。それでも父親はなぜ彼が帰ってきたということをすぐに見つけることができたんでしょう。おそらく毎日毎日帰ってくるのを心待ちにして待っていたからではないでしょうか。その日も窓から外を眺めて、ずっと遠くに息子の影が見えないかなということで目を凝らして、じーっとお父さんがですね、一日中眺めていたんじゃないかと思うんですよね。食事したり調理する以外はですね、ずーっと窓からですね、外を眺めて、あの息子今日は帰ってこんかな、早く帰ってこんかな、どこで何しとるかなっていう感じでですね、待っていた。もう彼のことを全部許して全部受け入れようとして、丸ごと受け入れて、丸ごと愛そうとして待っていてくださった。だからこそ家まで遠かったのに、父親は彼を見つけることができて、そして父親の方から走り寄って駆け寄っていくことができた。アメリカで牧師をされている方はたくさんいますけれども、その中でですね、ティモシー・ケラーという方ですよね、リディーマーチャーチというこの教会を作ってですね、世界中にこのチャーチプランティング、開拓伝道の働きのために、いろんなことをしてくださっている、その働きをしている先生がいますが、そのティモシー・ケラー、ティム・ケラー先生が書いた本の中に、有名な本の中に、放蕩する神という本がありますね。確か教会の図書にも入れていると思いますので、ぜひその本だけは読んでいただけると、読む価値のある本です。放蕩する神、
神様が放蕩するんです。放蕩するという言葉は、まあ、浪費するという意味もあるんです。湯水のように財産を使うというようなそういう意味での放蕩もありますが、別のいい意味で言うならば、惜しみなく全てをかけてというような意味ですね。どんだけお金かかったとしても惜しみなくそのお金を注ぎ込んで救援活動というか捜索活動をする。どれだけ時間がかかっても、どれだけお金かかっても、どれだけ労力がかかっても、その金に糸目をつけず惜しみなく財産を浪費するような形で、天の父なる神様はあなたを探し続けておられるんです。あなたを探すためにどれだけ神様はお金をかけているんでしょうか。あなたを探すためにどれだけ時間を神様はあなたにかけておられるんでしょうか。計り知れません。あなたは本当に愛されています。親があなたを愛さなくても、天の父なる神様だけはあなたを愛しています。本気で、あなたがいなかったら死んだ方がまだマシだと思うぐらいの、それほどの愛なんです。いてもいなくてもいい存在じゃなくて、絶対にそばにいてくれないと困る、そばにいないと夜も眠れないぐらいに心配になる、それほどの方が聖書の語る天の父なる神様であられますし、そしてその方の一人はなられるイエス様は、まさにそのような愛を、だからこそ失われていなくなったあなたのために、どれだけでもお金を使う、どれだけでも時間を使う、どれだけでも労力を使う、浪費する、放蕩する、あなたのために、ただあなた一人を探し出して救うために、そういう方が聖書の神様なんだということをぜひ知っていただきたいんですよね。それが聖書の語るゴスペルであります。最後に いつも歌っている歌なんですけども、God bless you ですね。それほどに惜しみなくあなたのためにお金や時間や能力や命を注いで、それだけの価値があるあなたとして、あなたを認めてくださっている、そういう天の父なる神様、三位一体の神様からの祝福があなたの上にも豊かにありますようにと祈り心を込めて歌っていきたいと思います。Thank you.
はい、宣伝をしてもらっていきたいと思いますが、日曜日は一緒に教会に集うことができたらと思います。この教会でなくても大丈夫です。身近な最寄りのところでですね、馴染める教会があったらぜひ集ってみてください。祈りながら探すととてもいい教会が見つかると思います。あなたの居場所を神様は必ず備えてくださっているはずです。そして同年代の友達とかですね、本当に心を打ち明けて、共に歩める信仰の友達も備えてくださると思います。私たち杉田キリスト教会では朝10時半から、午後4時から夜8時から3回ほど礼拝をしています。小学生とか幼稚園の子どもたちのためには9時半からのスマイルキッズを、ご紹介します。杉戸ドットチャーシュドットジェピネットの使い方はチェックしてみてください。ゴスペルファイヤー などもありますので、興味のある方はお伝えください。ここに来られてない方のためにその地図を紹介していますが、一番近い駅は東武動物公園の駅です。スカイツリーラインあるいは、日光線伊勢崎線と言われる東武線ですね、東武の、駅です。で、東武動物公園自体は隣の宮代町というところにあるんですが、東口から出て古利根川、昔の利根川を渡ると杉戸町に入ります。迷わなければ10分ほどで来れますが、旧日光街道の古利根の流れのほとりに植えられた教会です。杉戸高校の学生、あるいは杉戸農業高校の学生、あるいは日本工業大学の学生は大歓迎いたします。他の方々もぜひお伝えください。以上で福音記事を終わっていきたいと思いますが、週末から新しい週に向けて皆様の上に、あなたの上に神様の祝福が豊かにありますように。ありがとうございました。Thank you.